永久凍土状のパイプラインで地中の熱を逃がすヒートパイプヒートパイプとは熱の移動効率を上げる技術仕組みの一つ単に効率を上げるだけでなく一方の温度が高い場合にのみ移動効率を発揮する熱大濃度としての使用法もあるなおメカニズム的には熱伝導を上げているわけではなく作動液の移動を用いて熱を移動させる仕組みである NASA により人工衛星中の放熱に利用されたのが実用化の始まりである。熱伝導性が高い材質からなるパイプ中に、揮発性の液体を封入したもの。パイプ中の一方を加熱し、もう一方を冷却することで、作動液の蒸発作動液の凝縮のサイクルが発生し熱を移動する。冷却部を加熱部より高い位置に設定することにより、凝縮後の作動液を 加熱部に戻すことができるが、パイプ内壁をウィックと呼ばれる、毛細管構造にすることにより、高低差がない場合や無重量状態でも利用が可能になる。ヒートパイプの原理。図の左側が高温部、右側が冷却部、右の図にヒートパイプの原理を示す。図の左側は高温部、右側は低温部である。高温部内壁で、作動液が熱を吸収して蒸発する。 作動液蒸気が空洞を通って低温部に移動する。低温部で冷却された作動液蒸気は凝集して液体に戻り内壁のウィックに吸収される。作動液が内壁ウィックを伝わって高温部に戻る。このように両端に温度差を与えることにより力4の過程が生じ、ヒートパイプ内で作動液が循環し高温部から低温部への熱移動が起こる。 以上で述べたような一般的な形態のもののほか、以下のような形態のものも研究されている。詳細は、ループヒートパイプを参照毛細管現象を利用することで、機械稼働部分をなくしている点は、共通するが、ループ中を一方通行で冷媒が流れるようにしたもの。全体としては何度も配管が往復していて、大きなループとなっているのであるが、 加熱部分における気化と冷却部分における液化による冷媒の体積変化により配管中を冷媒があたかも事例振動のように移動するというもの。マイクロプロセッサの冷却装置前アラスカ州のトランスアラスカパイプラインは永久凍土状に付設されておりパイプラインが発する熱で永久凍土が溶けてしまうのを防ぐため地中にヒートパイプが内蔵されている。熱は地中から 空中の一方方向にしか移動しない。電気機器の冷却方式も参照電気機器の冷却などでも使用されている。特に CPU クーラーと呼ばれている空冷のマイクロプロセッサの冷却装置ではチップに直接、あるいはそこからヒートスプレッダーと呼ばれる熱伝導性の良い板を介して接触する面から多数枚の薄いアルミ板からなる放熱フィンブへと 高速に熱を移動させるために多用されている。ノート PC 等では空間の利用のために発熱部とファンがある部分が離れてしまっている場合、その間をヒートパイプで連結している。また市販製品ではあまり見られないが、クーラーマスター社はオディム向けにループヒートパイプを提供しているようである。 https://www.colermastercorp.com/our-exclence/design/loop-hat-pipe/. e l a ありがとうございます。